劉備は成都にいるという情報を得、趙雲たちは成都にたどり着いた。しかし成都城は同じくオロチに抵抗しているはずの真田幸村軍による猛攻にさらされていた。成都城内の軍はオロチの術でよみがえり、その手先にされてしまった亡者の群れだと幸村は信じ込まされていたのである。このままでは成都軍の壊滅も時間の問題。趙軍らは城内にいるはずの劉備を守るべく真田幸村と戦うことを決意した。成都を探ってきたぜ。城兵は皆ピリピリしてる。限界態勢だ。あれじゃお偉いさんを警護してるって言ってるようなもんだぜ。偵察まことにかたじけない。よし、生徒に進軍して劉備殿を救い出す。生徒城が囲まれている。オロチ軍か。オロチの連中じゃないようだが、とにかく急ごう。裏道を回ってとっとと城に入っちまおうぜ。こっちに猛者が漏れている。我々のことを言っているのに、この光の場面あんまり敵将撃ち取ったり。俺もやりますぜ。こんな色男を捕まえて猛者奪いやる。そんなことより、オロチ軍の偽伝令を止めなくては。放っておけば無駄に敵を増やすことになる。あの騒がしさにオロチの下に、オロチの計略。じゃあ城を囲んでる連中は、おそらく王者が助けているつもりなのだが、まぬけな連中だぜ。しかし厄介だな。Oh!
りや！さすがは音に聞く真田幸村、とても猛者の技とは思えない。この長子竜の槍が死者の槍か勝者の槍か、真行くまで受けてもらおう。敵将討ち取ったり、これもやりますね。久々に強敵と会えたわ。敵将討ち取ったり、一人だけかっこよすぎねえ。竜となんて敵陣を駆け抜ける。さあどこからでもかかってこい。どうにもならぬ。敵将討ち取ったり、これもやりますね。敵将討ち取ったり、一人だけかっこよすぎねえか。ひとまず撤退だ。敵将打ち取ったり、俺もやりますね。俺もやりますね。オロチの計略をご無礼お許しよ。アフナルでは私も共に戦います。俺もやりますね。さあどこからでもかかってこい。次は負けない。敵将討ち取ったり、俺もやりますね。継続たるもの王者の時を恐れません。さあかかってまいれ。あの世に送り返してやろう。敵将討ち取ったり、一人だけかっこよすぎないか。相手で敵将いかがでした。継続も分が悪い。ならば王者諸君、あいつは放っといて。悪の親玉はどいつ。あらら、名族なんて言うから期待してた。海外人同士の作戦はまるまる成功かな。お見事でございますな。Oh! Oh! Oh!
せいや。さあどこからでもかかってこい。その攻撃かわせるか。どう、私の武器あなたに抹殺できそう。やはりお前が飛んだ。逃がさない。あなたたちに聞いてないんだけど。次は負けない。敵将を打ち取った。俺もやりますぜ。普通にすごいね。ひとまず撤退だ。敵将を打ち取ったり。一人だけかっこよすぎないか。敵将を打ち取ったり。お邪魔者の登場で予定が狂っちゃった。次の作戦を考えようっと。じゃあね。劉備がいないんじゃ何のために来たんだか。劉備だな。一体どこにおられるのだ。劉備、生徒にいない。我だ。義援も劉備殿を探していたのか。これからは我らと共に劉備殿を探そう。待たれよ趙雲殿。戦での非礼お許しくだされ。何も謝る必要はない。私が逆の立場でも同じことをしていた。それにあなたの軍と生徒の軍には奪旗の兵が紛れていたようです。兵を駆使して同士討ちの効果を高めるとは、奪旗は思った以上に切れ者ですね。奪旗、我らの共倒れを狙うとは。趙雲殿、私も紀軍に協力させてください。雪村殿ほどの武人が味方になってくれれば奪旗も怖くはない。感謝いたす。熱い友情の場面を遮ってなんだが、奪旗の兵は南中に逃げたようだ。どうする。奪旗追えば劉備会える。よし、奪旗を追う。手がかりがないのならつかみ取るまで。